次カーブナンバー11番もうあの歩いてあの辺りぐらいからですからもうすぐそこですね。ちょっとまあこの辺りなだらかなんでもう少し先まで行ってみます。ちょっとねまあなだらかにこう下っていってるんですけどもまあまだカーブナンバー9番まで来てないんですけどもまあ高低差12番あたりと比べたらまあもしかしたらまあ5メートルぐらいは下ってきてるかもしれませんね。ただしまあ9番がどこあのカーブかもしれないですね。先ほど少し前に右に曲がるカーブの話を、していたと思いますけどもスマートフォンの方で、まあ、先ほどの話からの続きですね。全て話つなげてでそうそうあのカーブ一回曲がってその後次もう一回左に急カーブがあるんですけどもそこでね、一気に下っていくような形になるんですよ。だからその辺りの道路が最終地点じゃないかとまあそういうふうに、まあ当時は、言われてましたね。いやねまあちょっといろいろ考えに考えてここの10番カーブナンバーここ10番ですね。10番よりも下に行ってしまうと今度は高低差だからそれよりも奥の方に作っておかなかった貯水量がっていう部分がありますんでまあ絶対道路を越えるわけにいかない。だからまあ11あたりがいいかもしれないですね。もうここから一気にもう下るんでまあ、継続して撮影します。もう多分これ11ですね。ダムの、セットする位置が。まあ、11番のところに作るとしたら、まあ、ダムがあの辺りに来て、左手の方にああいう風に段々になっているところがあって、まあ、水はそれなりに流れてるんで、まあ、先ほどみたいに中央に水が集まるような工夫を、して、その下に、水車を設置、まあ、これは良いかと思います。まあ、もうちょっと下まで行ってみます。撮影しておきます。カーブナンバー9番、もう、11で、ダムの防波堤、設置位置、確定です。阪急バスさん、シルベイはザトウダニと書かれてますね。まあ、先ほども他の場所で時刻確認したんですけどまずないですバス。ちょっとね、カーブナンバー一気にこう坂を行ってるんで、もうこれ、まあ、こういうような形で坂に歩いてるんで、何十分も下ってきてるんで、でも向こうの景色は見ないんですよ。まあ、あちらの奥の方に、まあ、ダムを設置すると、でその次もしかしたら、もう一つダムを、まあ、高さ、まあ、10メートル程度のダムを設置するかもしれない。そうじゃなかったらいけないと思います。もともと道がこういうふうに舗装されてるから、まあ、どっか見落としたのかもしれないですね。なんか誰か置き石置いてこう登りやすく渡りやすくしてくれてますね。これ渡らなかったら分かんないですかね。ああこれ大分木生えてますね。ちょっともう少したあまあさ先ほど撮影したところで物事を見た方がいいかもしれないですね。まあだからまあそこはもうこれはもう完全にコンクリート化が必要であると、まあ両サイドとかいろんなところがそうなんですけども、ちょっと待ってくださいね。まあ木とかもあらかたこれもかまど
発電域になりますね。まあダムは向こうの堤防に作るとしても、その次あの流れ込んできた先のところを考えると、ちょっとまた次の2段目のダムを作るときに、そんなに水をたくさん持っていかれてもということになりますんで、まあこれが先ほどのあの段々になってたところの、まあ水車に適したところですね。まあまあ結構水流れています。まあ真ん中に水を集めれば水車ギア引きのそこそこ回ると思いますね。でまあ次も段々になっているので、まあその先ぐらいのところまでで物事を考えておいたらいいんじゃないですかね。まあそこかな、そこまあそのあたりが最終地点で考えて、まあちょっと また向こうの道路を撮影しながら、次の、2段目のダムを設置したときに水位がどのあたりまで来そうかっていうことによって、まあ、あそこ段差があるんでね、うまく水車利用しながら、作れたらとも思うんですけども、水位があそこまで近づくんだったら水車役立たなくなっちゃうんで、やっぱりあの岸壁に書かれていた顔もなくなってますね。まあこういう風な山道とかあるんですけども、ちょっとね木でも見えなくなってますね。多分ねごめんなさい、なる人様、この間植林のその件で岡山に行かれてましたけども、これ多分どう考えても植林じゃないですね。もともとその道を通ってましたので、向こうのああいうふうな山の壁面とかも全部岩肌だったんですよ。それが自然とこういうふうに生えてきてるんで、まあ河川のとことかある程度木があったにせよ増えてますね、これは。まあまあこういうふうな木とか、まあもうどう見てもあのかまど発電機なんですけども、な、向こうの方の、ダム、まあ河川の方のダム化で、そこをコンクリート化、まあ両サイドはある程度岸壁工事して水が、抜けないようにと、まあ、そういうような工夫ですね。多分もうこの辺り水量かなり減ってるんだと思いますよ。両サイドとかに水が染み込んでいって、まあ、木とかが水を吸って、で最悪地中の方に、流れ込んでいってますね。もうこの形状危ないですよ。地下の空洞化に広がりますから、水がずっと染み込んでいって、だからその辺りは防災ですね。特にコンクリート化、まあ発電量もそれで増やすことができるんです。では道路に戻ってもう一度撮影を再開したいなと思います。向こうから多分入ってくるんでしょうね、本当は。ああ、形状的にはいいですね。さっき歩いていたのがあちらの橋なんですけども、角度が良くて水がしっかりと、前方に流れ出てきてるんで、水車にしっかりと水が当たりやすいんですよ。そこの、下のところで水を受けるような形、少しでも落差があった方は圧力かかりますから、重力ありますから。先ほどから、歩いてきてるんですけど、傾斜だいぶあるんで、まあ、先ほどの位置に水車設置していただいて、大丈夫ですね。結局は道路の位置のところに、次のダムの防波堤を設置するような形になるんで、まあ、けど基本的には河川よりも道路よりも下に河川があって、水の流れているところがありますんで、まあ、その辺のところを計算込みで、まあ、次のナンバーのカーブのところあたりに防波堤を作ると、まあ、そのあたりが多分、適していると思いますね。だから、まあ右手の方の、ナンバー11のところのダムに関しては基本的に水を貯水してまして、そこから排水するわけですから、だから、まあ、例えば大雨の時でも3メートル ×3 メートルと1メートル ×1 メートルと20センチ ×20 センチ、その3つを、稼働させる止まり、5メートル、まあ、もしかしたら5メートル ×5 メートルも稼働させるかもしれませんけども、
まあまあ、あの元々の水の量とかを見たら、あの距離見たら大体わかるんですよ。どれぐらい水が溜まるか。始まりのところを撮影してると思うんですけども、まあそこまでの距離での大雨の範囲なんで、集まってくる水の量が基本的に両サイドがあの山に囲まれていて傾斜ついてるんで、その範囲までのあの雨量の水しか集まらないんですよ。だからまあ 5×5 まで大雨の時でも回すかどうかはちょっとまあそれは疑問で、基本的にあの水を溜めといて、20cm×20cm ぐらいは24時間ずっと継続して回しておきたいと。そうすればあの一定の圧力がずっとかかっていればギア比をあのずっと上げていけますんで。カーボナンバーこちらは6ですね。ちょっと見えなくなってますけども、ちょっと待ってくださいね。撮影今トラックは来てますけど、水車結構発電しそうなんですけども、まあその下のこの小さいところは保留みたいな形にしておいて、だからどうしたらいいんですかね。防波堤を、あ、もっと前の方に防波堤を作って、水位はどの辺に来るかだからナンバー6じゃなくて、この高さだから、ちょっとあの途中で言い間違えるかもしれませんけども、家帰ってこういろいろともう一度画像を見て検証して、防波堤の高さが下の方で、一番水位上に来た時にどれぐらいの位置に来るかっていうところを、まあ坂下りながらなんでね、ちゃんと寸法を測ったわけじゃないんで、感覚で、まあ、ある程度で考えて言ってるだけですんで、まあカーボナンバーけど、もう1番まで来たらもう合流するところだから、そこはもう高さ出せなくなりますから、防波堤だから、まあ次の543あたり、まあ3よりも下はまずないでしょうね。だからそれによって先ほどすごく落差が大きいところの水車をどうするか云々のところがあるんですけども、まあそこはもう多分設置するべきだと思いますね。水車道路がこれだけ下がってきてますからね。ああ見えてきましたね、次のナンバー、多分カーブナンバー5番ですね。まああんまりカーブナンバーにこだわらないで、その水位満水にした時に先ほどの二つ目の小さなあの段差のところのあの辺りのところまで、水位が、しっかりと来ると、まあ、それぐらいのところに設置したいですね。だからまあ5だったらまだ早いですね、この歩いてきた感覚だったら多分そうだと思います。でまあこのまま歩いていったら採石場ですね。もともと確か左手にあったと思うんですけどね、採石場。まあ右手に見えるようになってますけど、多分そこカーブになっていて左手の方にあるのが採石場みたいな形になると思いますよ。もうちょっと先まで行ってみます。新しく採石場作ったんでしょうね、これ結構綺麗で。昔2000年の頃左手の方に採石場があったんですけども、まあもうちょっと下だったと思いますよ。それが2箇所あったのかな、多分新しく作ったように見受けられるんですけどね、綺麗ですから。あの緑色のあの橋脚のところが、ちょっと一回そこの橋に行って見てみますね。まあ奥の方までは多分見えないと思いますけど、往来橋新橋、1994年、10月15日ということですね。
ああ、なるほどね。まあ、やっぱり降りてみてなかったら全然防波堤がどれぐらいに来たらとかこう考えたら道路の高さとか、もうここで河川水門解析ダム発電でいいと思いますね。この高さだったら多分この橋の高さ多分もう5メートルあるかないか、まあそれぐらいだと思いますね。まあ川底はこれ本当にコンクリート化しないとダメですね。だからここで溜めて、まあ、上流、まあ1キロぐらい先まで進むような形になりますね。あの奥じゃなくてこう手前の方、手前の方に水門設置しましょう。でここからまた、道路がなだらかになっていくので、まあそのあたりが一番いいんじゃないかなと思います。でこれから先結構下っていくんで、まあ門を設置した後その次あの地点で水車でいいと思います。でまあもう少し先まで撮影しますけども、結構急勾配なんで、ここもこの辺りも水車でいいと思います。ありましたありました、採石場さん左手の方に。これですね、昔からのその記憶というか、ごたくさん積み上げているその採石、まあ砂利というか駐車場とかで、見かける白い石あるじゃないですか、たくさん敷き詰めてる、石、まあ空いたものですね、結構な高さに積み上げてますね。ちょっとね河川の様子が撮影したいんですけども、霧が邪魔なのでもうちょっと下まで行ってみますね。基本的に水の音がよく聞こえてるところは多分段差あると思うんですよ。あ、もうここまで来るともう高低差ほとんどなくなってきてますね。3メートルぐらいですね。なんかそこはもう水車にしないで、そこから先が、まただいぶ下りなので、ここのカーブのあたりのところで、風水門解析ダム発電です。ちょっと待ってくださいね、なんか高低差ありそうな音が、あのあたりですね。どうしましょうかね。この先は結構急だから、そこに門を設置して、もう少し手前かな、手前の方に門を設置したら、ちょっとね高さがもうよく分かんなくなってきてるんで、水を満水にした時に奥行きどれぐらいか、ある程度のところを作ってからこの辺り、もう少し先の方まで撮影してから、答えが出てくるような形になると思うんです、けど見るからに特に手前の方にだいぶ水が集まってるような気がしますね。あれはあれで水車を下に設置するんであれば、結構、特にギア比つけてあげたらかなり発電できそうですね。ここから下がっていくから、次水門作ってでもその水車のところまで水多分届かないと思うんですよね。次もなんか音聞こえますね。あそこですね、そこ、ちょっと段差があるような形になってますね。もう真ん中に水を集めるような工夫が少し欲しいですね。カーブナンバー3番です。ただそこから先はですね、河川の底はなだらかなんですけども、道が結構急勾配ですね。多分ね見えないんですけども音結構するんで、あった見えますね。ありました見えました。あの辺り水車設置するかどうかというところですね。距離はちょっと短いんでね、
河川水門解析ダム発電にはちょっと適してないような状態。あ、ありました、ありました。あれ、真ん中に水集めたら結構水車だったら、水車、まあ、発電できると思いますね。あのサイドからも水流れてきてるんで、まあ、あの水はちょっと利用しにくいかな。もうあの部分でいいかもしれないですね。その下の段の、水を受けてるところがちょっと邪魔ですね。まだもう少し下まであるんで、落差つけた方がいいでしょうね。だからもしかしたらもうカーブナンバー1番のところに防波堤が、あの河川水門解析ダム発電が来るかもしれないですね。橋が見えてきました。正吉橋と書かれています。まあサイドから水が流れ込んできたりはするんですけども、完全に多分河川の底から水が抜けてるんだと思いますね。コンクリートかああいう風に、いろんなところでサイドから水流れ込んできてるんですよ。その割には水の量減ってるでしょ。あの上流で2つの河川が合流してる割には、まあ土砂とかも撤去しなきゃならないっていう部分もありますし、まあ、ちょっともうちょっと先まで進んでみます。あちらも向こう側に合流するところなんで、先ほどの正吉橋のところで、まあ、河川水門解析ダム発電を設置のが無難かもしれないですね。もうちょっと先まで行ってみますね。っていうのはその先の河川のところに、その水を、貯水した時に水位がどれぐらい来るかっていうことを計算に入れてなかったら、地下水流トンネル発電からの水の排水がうまくいかなくなってしまいますんで、先ほどの正吉橋のところかここですね。まあ、多分ここなら大丈夫だと思うんですけどね。まあまあ、右サイドとかがガラ空きで、河川のそこはもう全部、まあ、木を撤去して、上流の方は完全な石ダムのようなダムにしますんで、水が河川がこう氾濫するようなことは想定してもらわなくて大丈夫だと思います。まあ最終的には門の設置場所はまあここでもういいと思いますね。まあ順番的に言うこと、もっと先の宝生橋でしたっけね、あの宝塚駅の近くのところ、あそこに門を作って貯水したときに水がまあどの辺に来るかをまあ確認してから、正吉橋にするか、そこの、橋にするのか、それで確定ですね。そうしましょう。まあ自分の自宅から歩いてきて、家出たのが9時過ぎ、まあ10時前ぐらいなんですけども、まあ、この辺までで今の現在時刻が14時前ですね。まあ、宝塚駅ぐらいまでのところで、まあ14時ぐらいかなというところですね。そこでちょっとご飯を食べて、でそれからそのね、以前言って、まあ向こう側の下流のところは撮影しましたけども、変な水車作られてたんですよね。で、まあそれ一応確認しとこうかなと思います。一応まあ河川の形状とか状況撮影しておきますね。向こうからも水流れてきてますね。まあ道はこういうふうな高低差があってですからね、向こうの方の橋を、水を貯水したとしても、宝生橋だったと思いますけども、名称。多分そこ、ここまでは水来ないと思うんですけどね、満水にしても。ちょっと段がありますね。まあ、先ほどの橋脚の直下なんですけど、まあ、そこは水車設置するかどうかは、満水になった時に水がどのあたりに来るかを、
確認してからにしましょう。ここが、橋脚の下です、JR の。まあ、こういうふうに、落差があります。あ、本当はこの落差をひとまとめにしておきたいんですよね。まあ、けど、水を溜めてみたとき、どこまで水位が来るのか、これを確認しなかったら、ちょっとまだはっきりしないというところですね。まあ、大きな石とかが、いくつも転がってますけども、ああいう風なものをそこの上に、乗せてしまってます。そこの上に。で、コンクリートで埋めて、で、前の方まで、高さを合わせると。それで高低差を、まあ、1.5 メートルぐらいですかね。まあ、それぐらいまで、出して。まあ、ここ、切らないし、多そうですから、それは結構簡単にできると思いますよ、すぐに。あとは間にコンクリート入れるだけでいいですから、まあ、まあまあ、とにもかくにも、それにはまず、まあまあ、先ほどにしてもそうなんですけども、上流の方の11番、カーブナンバー11番のところにダム作るときなんですけども、まあ、あちら の河川にたくさん、石が転がってますんで、ああいったものを利用して、作っていただけたらなと思います。どちらにしても撤去しなければなりませんので、で、あとは、河川の底をコンクリート化ですね。まあ、以前と比べて、河川の両サイドの、石を集めてくれてますね。まあ、あれだけあったらだいぶダムの材料にはなってくると思います。もう向こうの方まで、同じような状況ですから、石ころの量が。で、まあ、河川の真ん中に水を集めるっていうことを言ってたと思うんですけども、まあ、ああいうふうに、なだらかな状態でも、真ん中に水を集めたらもうあれだけ違うんですよ。宝塚駅の近くのエネオスさんのガソリンスタンドなんですけども、レギュラーで175円、ハイオク186円、軽油155円で、まあ、やっぱり、まあ、私の家の近辺とちょっと値段が違いますね。だから私の家の近辺でレギュラーが 200円超えぐらいになるように、設定してほしいですね。現在15時過ぎ、先ほど昼食を済ませまして、まあ、大きな水車を撮影しに行く前に、あ、伊丹空港から飛行機が飛び立っています。以前天神川、向こう側に合流する天神川について、畑に変えた方がいいと、ほとんど水が干からびてましたから、まあそういうようなことを言っていて、今そちらの方に向かっているんですけど、こちらの河川、濃いですかね。いっぱい泳いでますね。まあ、こちらの河川も、向こう側に合流する河川だと思われます。現在ですね、兵庫県宝塚市、宝塚市、中山駅の近くに来ています。以前、向こう側に合流する河川として、まあ、天神川と、天王寺川を、撮影していたんですけども、まあ、ある程度その176号線ぐらいのところまでで、撮影終わってましたので、もう少し上流ちょっと見てみようかなと。今まだ自分の位置がちょっとはっきりしないんですが、多分天王寺川の方だと思うんですけども、まあ、こういう河川でずっとまあなだらかなんですね。だから、まあ、貯水する量、水門を、設置した後、かなり上流まで水が、貯水されると。まあ、河川の底の、土砂などのかき出しやコンクリート化っていうのはまあ必要になってくるんですが、まあ、そういったところをしっかりと課題をクリアして、まあ、貯水ですね。で、天神川の方なんですけども、以前、水が干からびていたんで、形状とかを見たところを、両サイドから、川に水が流れ込んでくるような構造には見えなかったんです。で、2日前に、まあ、線状降水帯ということで、まとまった雨が、降っていました。で、まあ、まとまった雨が降ると、その翌日、翌々日など、ある程度河川に水が流れてきます。1週間晴れの日と比べると水の量が全然変わります。ですので、まあ、これぐらい上流に来てまで、来てもこれぐらいの水の量がこの小さな河川でも、流れていると
まあ、そういうことになります。でその天神川の方の上流とかも見てみて、水がどれぐらい流れているのかそれ確認して、まあ、畑にするかどうか、まあ、からからなんでその雨が降った時にまあ水が貯水されて、まあ、水田みたいな形になると、まあ、天神川のある程度のところの位置から、上の方がまあそういうような形になると、まあ、そうした方がいいんじゃないかなという、意見を、以前言ってました。まあ、この辺の、山手台西や、中山台などの、この河川、まあ、この辺りのところをまで、まあ、ちょっと見に行って、まあ、どのものかと、それ確認して、最終判断と、したいと思います。先ほどの地点からもう少し上流に来たところが、まあ、この位置なんですが、まあ、何か水門のようなものがありますね。こちら見ても、まあ、ああいう風な水路しか、まあ、見当たらないんですが、まあ、もう少し、歩いてみます。阪急電車の、中山駅まで、まあ、その近くまで来たら、まあ、どちらの河川なのか天神川の上流なのかが、はっきりしますので、もう少し歩いてみます。まあ、この辺ずっと平坦ですからね、ちょっと止まってみますけども、あの山のふもとまでほぼ平坦なので、まあ、水門、まあ、何か所かに、そんなに多く必要ないですね。で奥の方まで、貯水できるので、川幅はそんなに大したことなさそうに見えるんですけども、ほぼ水平なところって奥の方まで、上流の方まで水を貯水できるので、それはそれでね、かなりの発電が見込めます。一度水を溜め込んでしまえば。天王寺寺橋、以前この辺りまでは撮影してましたね。まあ、あの天神川の方だったと思いますけども、まあ、天王寺川、天王寺川って書いてますね。出てます出てます、あの表記が。で、まあ、こういう風にずっとなだらかなんでね、まあ、これはかなり貯水できると思いますよ。本当に何キロにもわたって。で、まあ、阪急電車のところの駅まで、中山駅、中山、ちょっと待ってくださいね。この中山駅ですね、ちょっとピント合いますかね。コンピューターさんピント合わせてください。ちょっと置きますね。これね、あの中山駅で、いろんなところ、例えば船木ダムだとか、中山駅だとか、まあ、サッカー選手でゴン中山さんって、まあ、ニックネームが付けられていた、まあ、中山選手、元選手だ、まあ、ああいうふうに活躍したのも、まあ、こういうふうな形の縁だと思いますよ。一回その20歳ぐらいの頃、この辺りも見て回ってるんですよ僕。まあ、その時はね、西村っていうものと一緒に、警察官の西村さんじゃないです、フルーツアバークの従業員の。まあ、自宅からもう歩いてきてますからね、船坂峠を通って、有馬温泉の駅の近くの河川をちょっと撮影しながら。まあ、本当は大雨の時にね、その雨降ってる時に、まあ、河川の水の量を、有馬温泉のところはね、あの水車置くところ、それがね、多分川場、その人が座ったりできるようになってますけども、横のところだけども、あの辺りまで多分大雨の時は水来ると思うんですね。だから、まあ、水車の形状ですね、どういう風にあの辺りは設置するのか、だからその辺のところはね、ちょっとよく、まあ、はっきりとは分からないんですけども、まあ、あのね、太陽の光がこう差し込んで、こうね、今日僕が言っていた内容通り、まあ、天が答えてくれていると、まあ、こういうことですね。まあ、けどこれはね、相当だいぶ水溜め込めれますよ。これは高低差ほとんど何キロも歩いて、多分 1、2メートル、まあ段があってちょっと滝みたいになってるところが
ったじゃないですか。まあそういうふうなところでも30センチぐらいじゃないですか。まあ1メートルぐらいかもしれないですね。だからもうもっと山のふもとまでもう完全に水貯水できるかもしれないですね。まあ大体どこかでちょっとしたあの小さな合流してくる、まあ河川というか側溝というか、まあそういったところまで水も溜めれますんで、水圧はもうかなりのものになると思いますよ。なぜ回転数ですからね、小さなタービンでもギア比と回転数一定のその力がずっと加わればギアはずっと上げ続けられますから、その抵抗値が水圧とどちらが勝るかっていう部分になってきますんで、抵抗値が上回られたらもうそこは限界点なんですけども、まああの基本的にタービンは1分間の回転力、まあ3600回転とか、まあそれぐらいですね。昔は2000数百回転で、そこから先はレッドゾーンというような形になってたんですが、あ、以前この辺り撮影しましたね。ありました、ありました。で、この先で河川が2箇所、こう、分かれていて、っていう構造ですね。まあこちらの方は水ちゃんと流れているんで、まあ水門、設置するだけの価値あります。水を満水に溜めたとき、まあこれぐらいの水が流れていたら、まあ、例えば20センチかける20センチ以上のものを、まあ24時間稼働させれると、そこがポイントなんですよね。ギア比をずっと上げていけるっていうところが、ちょっとね天神川の上流の方へ行きたいんで、まあ何川か分かりましたので、ちょっと天神川の方へ行ってみます。もう少し東の方なんですけども、この川沿いにそのうち阪急電車が見えてくるはずですんで、そこから右折したいなと思います。来ました、こちらが天神川ですね。雨が降った後はそこそこ水流れてますね。以前はもう干からびてた状態だったんですけども、まあ河川はこうだから、まああちらの方に今上流に向かっていってなので、まあまあ地図で説明しますと、まあこういう状況なんですね。ちょっとピント合わせます。まあまだJR の線路が少し南の方なんで、自分の位置はまあ大体この大通りぐらいのところなんですけど、まあ上流はこういう風なところになってるんですね。だから上にちょっとため息があってっていうような形なので、まあその向こうの方の映像があちらですね。ですので、まあ以前言ってたそのまあけど大雨って年に10回ぐらいしかないんですよ。だからね、まあけどこの水の量だったらもう溢れ返りますね、畑にしたとしても。まあ例えば24時間経過したらもう水せき止めていたら溢れるのはまあ目に見えていると。しかしその畑論も悪くないんですよね。だからどこかで水をね、まあ排出するようなところ設備を作るかどうかですね。だから畑の、まあ、向こうの方に門を作っておいて、こちらの方にも門を作っておいて、その区間を畑にしておいて、で大雨用の、河川を、向こう側まで、続けると。だからその辺のところを、ストレートにして地下水流ストレートトンネル発電みたいな形で作ってしまうと、その上から流れ込んでくる部分を、これ確かね、この大河川両サイドからここから先は流れ込んでくるところ当分ないんですよ、合流するまで他の河川と。だそれしてしまえば、ここが何キロも先まで田園地帯に帰れるんですよ。だそれぐらいだったら、だからまあ2日前ですからね、今年の台風1号、2024年5月、20、まあ、雨降り始めたら28、
8、7、それぐらいだと思うんですけども、ピントはなかなか合わないので申し訳ないんですけど、まあまあ、なかなか、まあ、大雨の翌日とかが、まあ、あれぐらいの水の量があるんだったら、そうですね、まあ、その上で貯水槽みたいな形でもう作って、まあ、地下水ストレートトンネル発電を、まあ、どういうふうにしかですね、そのこの河川の底に作るっていうのが本当はまあ一番いいんじゃないかなと。でそのまま向こう側まで、直通すると、さすがにちょっと住宅地の下を通すのは無理があると思いますので、工事の時に、まあ、うまくうまくまあ 何か方法ないか、どうしてもね畑のことが気になるんですよね。ではちょっと水車のところまで行ってみたいと思います。天神川ですけども、あちらが JR の高架の下です。今のところは河川水門開閉式ダム発電ですね。まあそれ設置してから考えるというような形でいいと思います。あとはまあ高速放棄地がやはりこの辺りにも見受けられるので、そういうところもまずしっかりと、まあ耕すと。あとまあ水路、水が、まあ、しっかりと供給できるように、しておくと。まあこういうことですね。まあ、天神川の隣の、まあ、お墓とは、必要ないものであって、加工するのにエネルギーが消費するのであって、亡くなったら、火葬場の後、骨を、砕いて山に散骨か海に散骨なんですよ。だから お墓のところに骨なんかないんですよ。まあ、本当はこれ、必要ないんで、例えばね、河川の、まあ、あちらは住宅地とかだと思いますので、まあ、堤防を上げておいて、で溢れ返ったらこちらに流れ込むような仕組みにしておいて、まあ、あちらにも畑があるわけですし、まあ、あちらも畑にすればいいわけですし、空き地のところでここも畑にしたらいいと思うんですよ。そしたら、水田が出来上がると。まあ、こういうような方法も、まあ、あるといえばありますね。でこの先通行止めになってるんですけども、まあ、こちら自体も、畑にすると。まあ、その天神川自体にその牛糞とか土を混ぜて、畑にしておいて、まあ、こちらを、堤防を高さ上げておいて、あちらを、まあ、畑にして水が来るようにすると。まあ、そういうのもありですね。こちらもなんか通行止めになってますね。まあ、あちら天神川なんですけども、その隣に、まあ、向こうの方から、まあ、そのうちその先で、向こう側に合流する、まあ、小さな河川を見つけました。まあ、河川水門開閉式ダム発電を設置した時に、まあ、貯水槽になると思いますね。先ほどの河川ですけども、天神川に、合流する形となりました。それではもう少し先へ行きたいと思います。これやっぱり見てもらったら分かる通り、その河川の底が、全然コンクリート化されてないんで、水がだいぶ抜けてますね。天神川の上流のところの水の流れの量と比べていただいたら分かる通り、もうあれだけになってしまったんですよ。中央に集まっていても左手の方の位置ですね。いや、河川の底のコンクリート化っていうのは本当に必須で、でそれが地下の空洞化を防ぎ、大きな地震にならないように、防災という形になります。2つの河川が、合流してます。天神川です。まあ、水の量上流と比べてやっぱり、少ないですよね。河川の底から抜けていっている水の量がやっぱり多いと、まあ、こういうことです。天神川なんですけども、あちらに、見えますかね、鯉がいます。向こうの方にもいたんですけども、まあ、鯉がいるので多分水貯水した時に、まあ、ボウフラとか食べてくれると思います。缶になるやつです。こちらも右手が天神川で、まあ、左手の川が合流してるんですけども、やっぱりそれでも水の量はひどいですね。だいぶ河川の底に抜けていってますね。今向こう側の河川の、横を歩いてるんですけども、
まあ、この辺り、あちらの方が、兵庫県動物愛護センターなんですけども、そちらからまあ手前の方はこういうふうな、まあ、雑草だらけで、まあ、ちょっと、まあ、たまに誰か人が歩いてこうなんとか通り道ができてるみたいな状態なんですけども、まあ、ここは河川の底とかにあった、余計な土をここに敷き詰めてちょっと高さ上げて、で、まあ、堤防を少し高くして、で、ここで小麦畑を作ると、まあ、これなかなか結構バカにならない面積になると思いますよ。まあ、こちら向こう側なんですけども、先ほど天神川と天王寺川、もしくは天王寺川、多分天王寺川という読み方でいいと思うんですけども、2つの河川が合流していて、あの水の量だからまあ2倍ぐらいの水が、地面の底に、抜けていってると、まあ、こちらももう同じような状況だと思いますよ。かなり水抜けてると思います。まあ、あの真ん中に堆積している土砂とかもかき出さなきゃならないし、まあ、今向こうの方から、金属バットで、ボールを打つ音が聞こえてきてますけども、多分報徳学園だと思います。まあ、報徳学園の人たちで先ほどあの辺りを、畑化すると、小麦畑を作ると、まあ、結構面積空いてますんでね、いろんなところで小麦畑作ったらいいと思いますよ。1問目のところのその高さで水位が決まってきますので、多分ね、そのあたりまでは水に浸からないと思います。もうちょっと、南の方まで行って、以前見た水車、探してみます。向こう側の昆布橋より、少しあちらの方が昆布橋なんですけども、まあ、少し南の方に来てるんですが、まあ、水の量が、これぐらいです。で、河川の底にだいぶ水が抜けてますので、すべて、向こう側、コンクリート化を河川の底を行えば、あと岸壁工事ですね、一切水の抜けがなくなれば、まあ、まとまった雨が降った、2日後でも、常時これぐらいに、これより、この倍以上の、まあ、水が流れると。だから20センチかける20センチ、1メートルかける1メートル、3メートルかける3メートル、5メートルかける5メートル。まあ、これらは、全て回転するような形になると思います。で、まあまあ、やっぱり雨降った後の日に降りてよかったですね。まとまった雨の日だったら、あと空いてるスペースに全部5メートルかける5メートルの回転扉を作っておいた方が良さそうですね。サイタリーのところは。やっぱり河川大きいですから。違う位置のところに行きました。あちらは、阪急電車です。まあ、水の量なんですけども、先ほどよりもなんかちょっと少なくなっているような気がしますね。やっぱり河川の方からその間のところで、数キロにわたって水が、抜けてるでしょうね。こちらが阪急電車の、高架下なんですけども、反対側を歩いておいてよかったですね。一応向こうの方を歩いてたんですよ。で、やっぱり木とかあるから、まあ、そこまで気がついてなかったんですけども、道路が、こういう風に一旦下がって、でもう一回上がってるんですよ。だから、水位が絶対もうこの辺りまでにしておかなければならないということに、なります。この地点なんですけども、こちらも一旦道路が下って、上がっていく、まあ、片側車線なんですけども、まあ、ここに関しては、まあ、迂回路とかがあるでしょうから、まあ、左手 の、 住宅街の方とかに、まあ、この辺りは水に浸かってもいいんじゃないかなとは思っています。現在山手大橋のところまで来ています。以前、昼間撮影していた時、この先のところで、まあ、重機が稼働していたと思うんですけども、まあ、山手大橋というのは向こう側の、まあ、ちょっと海と合わせています。ピントが合わないんで、まあ、指で示しますね。山手大橋で、まあ、もう少し先の、向こう大橋のあたりまで、行こうと思います。あのあたりで見かけたような気がするんですけどね、まあ、対岸のああいう風な形状の何か、水が排出されるあたりのところで大きな木製の水車撤去されたのかもしれないですね。まあ、こちらが、JR の高架です。
まあ、次のあの橋のところですね、基本的に、一番下流のその河川水門解析断発電の設置場所は。で、まあ、この辺りもやっぱりちょっと高さ、道路が下がって上がってますね。だからまあ、ちょっとまあもう一回行って確認します。まあまあもう少し先のところにその木製の水車があるかもしれませんので。あちらは向こう大橋です。で、まあこちら以前来た時どうでしたっけ、ありましたっけ。あんまりね、横に出っ張られたくないんですよ。少しでも貯水量を上げたいんで、まあその辺なかった方がまあいいですね。まあどっかだいたいああいう風に階段で降りていけるようになってるんで、門閉じておいて、その向こうのところに、地下水流ストレートトンネル発電とかを、作るので、基本的に河川の下に降りていってメンテナンスができるんですよ、門を閉じていても。まあタービンコイルのところぐらいだと思います、メンテナンスが必要なのは。で、まあ一応まあ予定はここなんですけども、もう一つ先の、阪急電車のところまで行ってみますね。基本的にあんまりその、まあ、メンテナンスのところがそういう風な場所なので、まあ、橋にこだわらないで、どこで、門を設置すれば、発電効率が良さそうか、まあ、ここ曲線が空いてますんでね、できるだけストレートに、まあ門を作りたいと。で、両サイドは、まあ、仮にこの場所だったとしたら、もうこの歩道のところまで、水が浸かると、まあ、高さはあちらの右手の方の高さですね、左手の方はもう少し高いので、あの高さに合わせるような形で、まあ、水を溜め込むと、まあ、それがこう上の方まで行った時に、先ほどの、道路が下に下っていったところも、そこまでは水は来ないと思います。まあ、もうちょっと水車撤去された可能性がありますね。あとは、まあ水の流れ、まあ、長らかっていうのもあるんですけど、水量自体が減ってると思いますね。河川の底はやっぱり水が抜けてるんだと思います。ただまあ宝生が橋の間に、まあ、もう一も入れるような形になると思います。一応まあ向こう橋の先に、落差がある、つまり地下水流ストレートトンネル発電を設置できるっていう根拠になります。であと次の阪急の高架、あちらの方まで行った時に、まあその先にこういう風な地点があるんであれば、最初の地点はその先の場所になると思います。で、やっぱりストレートに地下水流ストレートトンネルを作りたいので、まあ、一応こちらから見たら、まあ結構ストレートに距離取れそうですね。 100m 以前も同じことを言ってたような気がします。ただまあこの辺りとか、まあ、そういうことになってくるでしょうね。この歩道のところまで、水を溜め込みたいっていうのが、あります。やっぱり山手大橋あたりが、最終ということになりそうですね。やっぱりずっと水平ですね。以上です。水車は撤去されたようです。